夢プリンセスの執事、メイド大募集、召使い資格特級以上持っている方のみ参加可能、側近に選ばれた者は何でも願い事を叶えてくれる、望むところだ。この役立たずが、お姉様、また今回も追い出してしまったんですか。ほんと、ジーヤが亡くなってからというもの、使えない召使いたちばかりで嫌になっちゃうわ。それは側近のジーヤが優秀すぎただけでございます。もう少し広い心を持って あんたがろくな人を集められないからダメなのよ。そんな、私にふさわしい執事とメイドを集めてきてちょうだい。かしこまりました。顔ぶれじゃない。最強の男の中の男、課長。日本一の革命児、コータ。クールなパープル、ナオ。負けないもん、コペ。カル、カズ。キュートな恋心、イニャリ。ふわふわ天使、セオリン。パワフル元気、タコくん。全員それぞれの国で名を浴びる特級召使いたちですわ。ふーん、なかなかいい仕事をするじゃない。ありがとうございます。お姉様にふさわしい執事かどうか審査させていただきますわ。本当にこの審査に合格したらどんな願いでも叶えてくれるんだろうな。ええ、もちろんですわ。金、地、名誉、すべてを手にしているこの私が保証いたします。うわー。それでは第一審査、夢プリンセスの心を開いて心の鍵を開けろ合戦。え、ちょっと何よそれ。私のお姉様はなかなか人に心を開きません。そんな私もまだ心を開いてもらってません。そこで皆さんにはお姉様のこの鍵を開けられるようにアプローチしてもらいます。それでは誰から行きますか。よし、僕から行こう。見てください、この鍛えられた体、これこそ男の中の男。ほら見てください、この自慢の筋肉でこのように軽々と申し上げることができ、悪い奴が来たらこの私が。下ろして、下ろしなさい、この筋肉バカ。そんな、これは一筋縄ではいかなそうだな。こんな筋肉バカ置いといてこっちにおいで。ああ、はい。うん、甘いものでも食べて心を落ち着かせよう。わはい、あーん、いらないおせっかいばかりしてくるんだから。アトロ合戦はお姉様の頼みたいな感じでお姉様に頼みましたわよ。何してるの。ああ、いえ、少しアドバイスを。あなたね、イケメンばかり集めれば私が。ほーら、そんなプンプンしてたら可愛い顔が台無しだよ。ちょっと来な。君はどうしてそんなに心を閉ざしてしまっているの。それは僕が君の心を開いてあげる。え、そこまでだ。
バレーが夢プリンセスの心は俺がいただく。今いいところだったのに。いいとこだったのに邪魔すんなよ。スルーかよ。え、何？ねえ、俺を選んでよ。残念だったな。お前こそ。もうこんな変な気持ちになるんだったら召使いなんていらないわよ。って何してるの。俺こんな審査もうどうでもよくなっちまった。君をさらってしまいすまない。私は心が誘拐されてしまいましたわ。俺のプリンセスはもしかしたら君だったのかもしれない。キャッ！コウタ？エニアリ。コウタ。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 夢プリンセスの執事メイド大募集？じゃあもう一回行く。ねえ、俺も選んでよ。ちょっとお前こそ。お前こそ。あ、ごめん。俺は一筋縄ではいかなそうだな。悪いが、夢プリンセスの…いきます。そんな私も心を開いておりません。なんで自分が開いてんの。ちょいちょいたちの国にあげる。